補足説明なんですが、これは光触媒による、ウイルス除去って書いてあるんです。ちょっとアップしますね、はい、こちらはやはりここの献血ルーム、コロナの真っ只中でできたっていうのが一つの特徴ですので、こうした、空気清浄機を、はい、ルームの中に全部で13機入れています。13台、はい、13台。あ、そうですか。ウイルス、ああなるほど、ウイルスもそうですし、インフルエンザのウイルスが、そうですか、うん、これも献血ルームじゃ初めてじゃないですかね。そうですね、それは初めてかもしれないですね、はい、でこれは自動血圧計ですね。そうですね、こちらは、うん、自動血圧計です。これはよくありますね。これは、これは、はい、はい、こちらが体重計ですね。はい、体重計はこの2023年の5月から、全国の献血ルームで毎回体重測定をするということが、義務付けられたというか、することになっています。あ、そうです。毎回ここには皆さん乗っていただいて、測定しています。あ、なるほどね、うん、なるほどね。それとさっき説明がなかったこちらですね。こちらにも食品っていうかあるんですよね、はい、ドリンクの機械がありまして、緑茶、ほうじ茶、コーンの恵み、コーンスープもありまして、中で言えばコーンスープはですね、非常に人気が高いスープになってますね。なるほどね。自販機もあるんですけど、やっぱり機械を2台置くことによって、ドナーさんがやっぱり重なったりしても、はい、機械が2台あると別々でドリンク取ることもできます。単純にドリンクの種類を増やすことになります。あ、そうですね、なるほどね。こちらはまあコインのロッカーですね、はい、こちらはね、こちらはロッカーですね。ロッカーですね。数字が大きくて分かりやすいですね。数字は大きめです、ね、これ、うん、このぐらい大きいとね、はい、うん、なるほどね。あ、ここにもありましたね。そうですね、ここにも、まあ、全部で13台ということで、はい、あちらこちら、はい、ん、あ、奥にもですね、ここ右手ですね、こちらキッズ多目的スペースなんていう部屋なんですけれども、はい、たまたき、たまたきスペース、はい、では、ここの小部屋もですね、お子様が例えば夏休みなんかはここでお父さんが献血中にですね、ここで宿題をやるような、お子さんもあったりとか。なるほど。でこの部屋にもですね、空気清浄機、除去、はいはいはい、ありますね、はい、ウイルス除去装置、光触媒による、ウイルス除去する、除去するって、はい、ラベルが貼ってます。時刻はこんな時間ですね。はい、わかりました。でこちらにもありますよね。こちらにもね、これはですね、空気清浄機ではなくて、じゃあなんかこれは違うか、虫の害虫のトラップですね。あ、そうか。これは違いますね、はい、これはトラップです。これは違いますね、はいはい。でさっきちょっと驚いたんですが、はい、アイスクリームが食べられるっていうの、はい、そうですね、これは、はい、おそらく献血ルームではないんじゃないか。そうですね、珍しいかなと思います。アイスクリームを作って、はい、これですよね。そうですね、ここでアイスクリームを作って献血者にサービスすると、はい、一応平日限定ということにはなっていますけれども、はい、ですので土日の方は残念ですが、平日にお越しいただくと、という、アイスクリームのサービスを考えているということです。で一つ、そうですね、はい、じゃあこれから、アイスクリームを作りますので、はい、カップをセットしまして、こちらにですね、あ、ちょっとよろしいですか、こちら。あ、はい、あ、こうなってるんですね。そうですね、今6種類ありまして、抹茶、チョコレート、練乳いちご、フレンチバニラ、はい、クッキーズマリラ、
黒ごま。あ、なるほど。なるほど。じゃあはい、お願いします。なるほどね、これは美味しいでしょうね。うん、はい。今カットをセットしてこちらにこうセットします。はい、セットします。でスイッチを入れます。はい。おお。これで出来上がりですね。そうですね。ああ、なるほどね。これは素晴らしいな。はい。結構どのあの献血者の方々も喜んでいただいています。うん、そうでしょうね。はい。まあ献血終わった後にね、アイスクリームのサービスっていうのはね、渋谷の八甲前献血ルームでね、はい、あるんですが、それはほらもうすでに出来上がったのをね。出来上がったやつ。こうなんで、こうやってね目の前でね、はい、アイスクリームを作ってサービスするっていうのはね。はい。これは全国でも初めてだと思いますけどね。はい。これは素晴らしいですね。はい。なるほど。あ、この方。この方、将棋の、はい。愛知のヒーロー。そうですよね。藤井聡太君。そう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 。はい。先日八冠を取られて。そうそう。はい、いやいやいや。この献血ちゃんのアクスタも、アクスタっていうんですけど、アクリルスタンド。はあはあ、はい、これもあの全国では珍しいかなと思います。ああ、あ、献血さんのアクリルスタンド。アクリルスタンド。これは、はい。あ、そうか。ちょっと記念品で用意したものなんですけど、フォレスト限定で。ああ、なるほど。フォレスト以外では入手できない。なるほど。ものですけどね。心も喜んでいただいています。これもなんかメルカリかなんかで出るんじゃないですか、はい、そのうち。そのうち出るかもしれないですね。メルカリで、はい、希少価値として、はい、あの非売品ですもんね。献血やった人じゃないともらえないっていうか。まあそうですね。なるほど。これは素晴らしいな、アイスクリームはね、目の前でね。なるほどね。これは、これはこれはまあ、平日限定とはいえ、これは素晴らしいサービスですね。はい、ありがとうございます。いえいえ。まあ今、研究者はやっぱり減少傾向でしょ、今どちらかというと。あ、そうですね。ねえ。はい。だからね、これもね、ある程度回数が増えるとね、はい、依存症になってね、やめられないっていうケースがあるんですよね。私の場合そうなんですけど、はい、だからね、まあ、10回で記念品もらえるんですよね。10回、20回、30回、50回、100回かな、はい、おチョコが。あ、今この記念品がなくなりまして。あれ、そうですか。箸とタオルとお皿になりました。ほう、はい、これはですね、全国的にそんな、変更がされまして、今これ、同じ風になってます。おチョコは終了しました。おチョコ終了しました。なるほど、変わったんですね。はい、変わりましたね。あ、これに変わったんですね。はい。ああ、そうですか。これも接種が通ってよろしいんですかね。あ、これ大丈夫ですよ、ね、これは別にね、はい、公開されてますもんね。はい、そうですか。あ、変わったんだ。私の時代はこれでしたもんね。はい。おチョコでしたもんね。おチョコ。はい、おチョコが。あ、そうですか。はい。いや、時代とともに変わりますね。そうですね。いろいろとね。はい。はい、いや、今日は来てよかったですね。あ、ありがとうございます。青春18切符であちらこちら、はい、行かれてるんですね。旅行して、東京出たの17日なんですよね。はい。で、まあ、福山の方に行って、はい、で、鞆の浦とか、
あと北条鉄道、はい、あの北条鉄道に、あの初めて乗ったんですけどね、はい、でまああちらこちら回ってまあ、今日は名古屋ですかね、はい、今日は名古屋に来て豊橋で一泊と、はい、いう感じですね、はい、じゃあこの辺でいいですね、はい、はい、じゃあどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。